毎月ね、一回ね、緊張しまーす。1分前ですよ。どうも、山菜ハンター中井です。 YouTube ご視聴ありがとうございます。今日は月に一度の第2火曜日、生ラジオトーク。山菜ハンターね、好きなことを喋れる山菜ハンタートークです。よろしくお願いします。はい、30秒前です。あと20秒曲だけ流しますからね。だってあの合図出しますんで。え、合図出したら喋り出してください。はい、はい、10秒前。マイクオンしてる。はい、5秒前。4、3、はい、みなさん、こんにちは。本日、山菜ハンター月に一度のハンタートーク始まりました。みなさん、こんにちは。本日のミキサーは、トシーさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、フブもいます。よろしくお願いします。突然参加していただきました。はい、ですね、今ですね、山菜トークしたいところですが、はい、今もう苫小牧の方ではまだね、雪が降っていないので、お、銀杏ですね。お、銀杏。イチョウの木。まだ行ける。まだ行きます。そう。実際に取りに行ってきました。おお。いや、結構ね、苫小牧は結構山の近く、山沿いの道路口とかですね、はいはい、イチョウの木が立ち並んでいて、イチョウの木って知ってます？そりゃ知ってるわ。木にですね、オスメスあるの知ってますか？あ、もちろん知ってますよ。俺は知らなかった。すごいね。だからメスにしかならないじゃないですか。ならないです。黄色いスクランボっていうね。あ、そうなんですね。はい、あ、勉強になりましたね。すごい匂いが強烈なんですよ。で、落ちては車でタイヤで踏んだりして、歩行者も踏んだりして、すごい匂いが強烈な匂い。あれね、果肉食べたことあるんですけど、めちゃくちゃまずいです。まずい、そらそらしよう。よく食べる気になった。やっぱり種が、うん、種の中が結構高級とされていて、うん、中国産とかはものすごい粒が大きいんですけど、うん、どうしてもね、北国産になると、うんうん、ちょっと小さいんですね、なぜかね。でもやっぱりね、僕が取ってる銀杏すごく美味しいんで、うんうん、ビールのお供に、アイス、はい、はい、山菜ハンターで食べることができます。銀杏といえばさ、はい、茶碗蒸し。茶碗蒸しね、関東とかあちらの方では結構入れたりもします。うん、あんまりね、北海道ではそういう茶碗蒸し入ってなくて、入ってるとこと入ってないとこあります。確かに見ないですね、こっちは。あんまり ね入れてて、栗なんですよね。うん、そうなんですよ。甘栗甘栗、うん、入れちゃうもんね。入れちゃいますよね。だから、今度から来た僕みたいな人は、はい、なんだこれ、デザートじゃねえかって茶碗蒸しなんですよね。なるほど、うん。そうなんですよね。銀杏の茶碗蒸し食べたい。はい。あとですね、はい、銀杏食べたい。食べたい。食べに来てください。行く行く。すごいもちもちして、そう。すごい美味しい。ねの、いい銀杏はね、はい、いい、まだね、日にちもそこまで経ってない新しい銀杏は、うん、殻を剥いたら、うん、薄皮があるんですけど、はいはいはい、薄皮の中 の、 この食べるその銀杏自体が、うん、まだ緑色なんですよ、はいはい、でもね、日に日に黄色くなってくるんですよね、うん、黄色くなるとちょっと味落ちるんですけど、うんはい、でもまあ全然ずっと食べれる、うん、美味しい銀杏で、美味しいですね、銀杏もね、大人の味ですよね。大人の味、大人の味ですよ、あれは。大人の味ですね。もう言葉は苦いとしか言わないもん。あれね、食べ過ぎるとダメなんですね。あ、そうなん、あんまり食べ過ぎると良くない。いや、俺ね、味を忘れちゃいました。忘れちゃいました。なんだ、甘くことがいいんで。なんでしたらラジオ終わったら持ってきます。今日なんかイベントあるみたいなんでね。そうそう、あります。持ってきてもいいんですか、ね。2時からイベントです。2時からイベントやってますね。はい、
はい、今度はですね、禁断の話は終わりまして、はい、ニシンですね。お、ニシンね。はい、はい、釣り、今いろんな釣り情報入ってきました。去年の今頃でも僕釣ってるんですけど、うん、12月、すっごい僕 YouTube でも上げてるんですけど、あ、そうなんですか。ニシン釣り動画、僕の YouTube 見てくれれば、はい、見る見る見る。すごい石狩とかあっち方面、小樽方面で結構30センチぐらいで、ニシンがバン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 30センチ級ですか。上がるんですよ。あ、ちょっと俺も行く。で、沿岸に寄ってきてるもん。寄ってきてます。おー、でですね、群れで泳いでるんですよ。はいはいはい、本当にね、みんなその時期になると堤防びっしり乗って発電機炊いて、薪へやってやって寄せて釣り上げるんですけど、網で作ったら反則だよね。あー、ダメです。網は釣りじゃないですから、ね、漁になってる、はいはい、ダメだよね。そうなるとね、漁業権とかもあるので、はい、皆さん再生のマナーをもね、うん、守ってちょっとやってほしいと思います。僕のね、 YouTube をちょっとね見ていただければ、12月に釣りたてのニシン、生きたままさばいて、はいはい、それをお刺身にして、釣り人と食べる動画、そういうの結構ね、リアルにね、新鮮で、もう見たからにもうすごいプリプリした状態、生きてる状態でさばく、素早くさばいてね。骨、ね、こぼれが大変でしょ。いやでもね、細かくね、骨切りしてるので、あー、すごい全然気にならないです。やっぱりニシンは生姜醤油とかね、そういうので食べたりして、旬なんでね。いいですね。ニシンはですね、1月、年明けでも全然群れで泳いでますので、あ、そうですか。はい、釣ることも10日、1月10日ぐらいまではね、結構サビキ釣りみたいな。サビキ釣りです。針がね、だって7本、8本ついてて、あ、いいっすね。ちょっと行く。赤い針とか、ね、いろんなね、サビキなんで羽がついてるんですよね。はいはいはい、ですから餌ついてなくても、そのままた縦にね、うん、上下に揺らすだけで、うん、苫小牧ですよね。苫小牧でも釣れますけど、今はですね、情報では石狩方面と小樽方面を釣れてると。オッケー。あれ、俺は七輪の番してるから。七輪はね、多分禁止です。あ、ダメなの。はい、そう、禁止です、ね、焼肉とかね、基本的に禁止ですから、ね、焼肉してないからさ。釣ったやつもね、その場でね、なんかやりたいですけどね、うん、あ、ダメなの、それも。あんまり見かけないです、ね、あ、そうなんや。はい、火を使うとダメかな。ああ、そうなの、まあ、そういうこともね、ちゃんとやってみたいですね。っていうか、ダメなことをちゃんと教えてくれないと。ダメなことはですね、やっぱり最低限、釣りの仕掛けを捨てない。もちろん、うん、はい、あとですね、何ですかね、まあ、海をきれいにするんですね。そうそうそう、だから今の七輪もさ、やっていいのか悪いのかよく分かんないんだよね。その辺ね、しっかりね、確認取ってやりたいですけど、やっぱりね、なんか今ね、禁止場所とかもすごい多くて、はいはい、どこでも釣れるわけでもないですし、やっぱり今マナーの悪い方も中にはいてね、やっぱりね、釣りする方、特に仕掛けとかゴミですね、飲んだものとか、ね、うん、本当なるべくっていうか、もう基本的に大人の最低限のマナーとして持ち帰りしてほしいです。ね、山でもね、結構落ちてるもの、缶、空き缶、ね、プラスチック類とかビニール袋、あとペットボトルとか落ちてるんですね。うん、僕も取れない時もあるんで、うん、そういう時はね、袋が空なので、はい、それを持ち帰りとか、ね、これは何時間帯って何時ぐらい一番釣れるんですか。釣りですか。釣りはですね、朝マズメ、やっぱ朝マズメと夕マズメが結構魚の活発に動く、はい、泳いでますんで釣れるかな。マズメって何。本当4時5時とか朝マズメ、夕マズメっていうよね、釣りの中であるんですよね。日の出日の入りの、そんな感じですね。マズメっていうの。はい、みんなやっぱりお魚お腹空かしてるらしいので、もう待ってますよね。釣れたりします、ね。もうね、私はね、素人の立ち位置でいろいろご質問しますんで、はい、はい。結構興味あるんですか。いや、ないよ。いや、釣りはね、福井に帰った時釣り堀行くくらいさ。ああ、釣り堀ね、うん、はい。釣り堀も面白いですよね。っていうか、ポトンじゃなくて、ちゃんとピューって投げて、はい、うん、で、狙いを定めてピューって落とすっていうような釣り堀なんで、トシさん、渓流とかしそうですね。昔はね、ちっちゃい頃はね、ほら、出身が知床なんで。おお、すごい。おお、でも当時は、ほら、規制がないから、おお、もう釣り放題。おお、3万目釣りましたね、昔は。3万いいですね。あと当時は、ね、あれですよ、海に潜っても毛ガニとかウニを取り放題。
日本に取れるんですか、あ、それね、聞いたことある。昔はね、昔は何でもね、あの場合は試せる。漁港 の, あのちょっと覗くと毛ガニがそう、うろうろいるっていうんですよ。あ、聞いたことあるんですか。おっかしまえびとかもね、うん、おっかしまえびすごい。網で作るんですよ。こうか、あ、すごいですね。そう、昔ですけどね、今はね、ダメだね。今ね、ダメだからね、本当に。まあ、本当に規制やなんかもね、すごいですし、結構ね、あちこちね、気をつけてやらないと。そうなんですよね。はい、ちゃんと。ね、でもなかなかちょっといろいろ喋りが盛り上がっちゃって、一曲かけるの忘れちゃってたので、どうしましょう。やっていきますか。喋り続けますか。いいですか。やめましょう。はい、今日僕ね、ちょっといろんなこと話したかったんですけど、はい、どうぞどうぞ。ちょっと僕の話に戻ってもらっていいですか。言ってください。やっぱりね、今ね、お店のお話とかね、したいところなんですけど、バー気まぐれ山菜ハンターですね。週末、やっぱりですね、忘年会シーズン入ってますね、12月。あ、そう、うん、え、あれですか、ラジオ局で忘年会ですよね、はい、そんなことしてる時間がないないんですか。ほら、毎日、連日連夜、まあ連夜だね、ずっと生放送びっちりなんで、はい、みんな揃わないもん、大体。いや、もうね、僕お店一人でやってるんですけど、うん、もうすごいお客さん、ね、うん、飲み放題に入る、2時間で入るんですけど、はい、やっぱりカラオケ屋なんかで盛り上がっちゃって、うん、2時間行かなくなるんですね、追加追加で、うん、ね、やっぱり入ってくるお客さんもごめんなさいごめんなさいで、はい、勤労はちょっと忙しいんですよ、平日はね、ちょっとまだ暇なんですけど、あ、そう、勤労はもう予約も結構すごくて、やっぱりお寿司やってるからですかね、うん、忙しい。あ、そうか、寿司やってるからね。そうです、うん、そうかそうか、もうありがたい気持ちではありますけど、じゃあ僕が行くんだったら平日だよね。そうですね、うん、平日来てください。はい今ね、クマがちょっと乱入してますけど、ね、YouTube の方もお寿司、今ですね、山でですね、あんまり取れてませんので、取れる時期じゃないので、うん、魚屋なんかね、うん、YouTube に上げて料理、はい、うんうん、タチポンの作り方とか、ね、基本的なちょっと飲食店の扱い方なんですけど、うん、まあ、素人さんでもできるように、うん、分かりやすく説明もいたしますので、これからどん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 配信していきたい次第でございます、うん、ご視聴の皆様、山菜ハンター中井 YouTube チャンネル登録まずね、お願いしたいです。ね、YouTube 皆さんチャンネル登録してくださいと、はい、ぜひ、ね、お願いしたいと思います。ちょうどね、今 ね1080人ぐらいですね、チャンネル登録者いるのかな、はい、ノーフィクション動画とね、うん、サムネイルなしの本当にリアルな動画なんですけども、まあ、基本的にはキノコ、あと海で釣った魚とかね、そういう趣味動画なんですけどね、あと美味しいお店もね、うん、ちらほらね、結構紹介とかもしたりね、いろいろとね、教えてもらえると助かるよね、はい、そうですね、例えばさ、今の、はい、たちのマダチの話で、はい、うん、出ましたけどね、はい、いいたちの選び方、あ、それ、それいいですね。スーパーとかさ、はい、高いじゃないですか、マダチってね、うん、高いです、高いですよ。美味しいやつってめちゃくちゃ美味しいやん。美味しいですね、うん、でもちょっとんっていうやつは、タチはね、やっぱり色ですね、うん、あ、色なの、本当に白い、本当に白い、鮮度悪くなるとちょっと赤っぽしくなったり、うん、あんまりね、苦玉が割れたら黄色っぽしくなったり、いろいろ、ね、いろんなのありますね。やっぱり見た目重視なんで、白い、飲食店では白くて、張りがいいですね。あ、ね、張りね。本当調理法はですね、本当美味しい作り方、本当 YouTube 見たらわかるんで、うん、鮮度のいいものの割れの違いとかもわかるんで、見てほしいです、はい、うん。僕ね、昨日ね、市場行ってきたんですけど、ボラの白子。はいはい。ボラの白子を買ってきたんですよ、珍しいです。珍しいですね。それもタチポンのように同じような仕込みで食べたんですけど、うん、ものすごい美味しいです。焼いても美味しいんですけど、あ、食べたことないですよね。ないないない、焼きは食ったことないな、ないない、めちゃくちゃ美味しいんですよ。大体ボラの白子見たことない、見たことないですよ見たことないすごいですよ、ゴロンとして。あ、そう、はい、い、売ってないですよね、そもそもね、なかなかね、スーパーじゃないですよね、ないですね、うん、なかなかない、市場とかに行っても、うん、なかなかないぐらいで、うん、ボラのね、卵巣、カラスミですね、はいはい、三大珍味ですね、うん、ボラの卵巣も自家製で、さすがに自分作ってますんで、うん、そちらもね、お店でカラスミパスタやなんかね、そういうのも作ってお出ししてますんで、カラスミ食べたことあったっけ、山菜ハンターで、これ。いや、ないと思います。ないですよね、はい、
ごめんね、美味しいカツ煮食べさせて。あ、全然あのブブさん日本酒飲みます？あんまり飲まない。飲まないですか？飲まないけど、つまみは好きだから。でもリンコさん好きだからね、はいはい、ぜひあの来てください。あのね、あのカラスミ高いじゃない。あー、ちょっと高いですね。高いじゃない、普通買うとね、はい、でもね、あ、これうまいなと思ったことないですよ、カラスミは。僕もね、あの市場で買った時は1キロ2万8000円、うん、するするする市場でそれだからね、うん、なかなか高いですね、うん、でも自家製にこだわるとやっぱりすごい美味しく僕作ってるんで、うん、ソフトに仕上げてるんですよ、はいはい、だからそんな硬くなく、はい、まあまあ、そうだよね、ソフトっていうか、なんか何それか、まあ、あの何か硬いというか、なんかって薄く切るし、まあ薄く仕上げしますね。でも本当うまいんで、とにかく、はい、食べに来てくださいね。行きます。トシーさんも来てくださいね。いや、行きますよ。俺はね、あの寿司が好きなんですよね。あ、お寿司 ね、お寿司はもう本当に週末の金土限定、2日間の限定で、あの本当にね、美味しいものを金曜日に回し入れて。今、どうですか、旬のネタというか。今はですね、貝類も美味しいですし、あの身が締まってきているのがやっぱりソイとか、あ、そうですね、定番のヒラメとかも美味しいので、うん、はいはい、あと釣りキンキとかね、キンキ、釣ったキンキの仕入れた、うん、あのを握りで出したりとかですね、本当にその日その日で美味しい。八角屋なんかもね、はいはい、マジですか、美味しいですよ。ため息しか、ため息しか出ますね。そう、まあ皆さんね、あのソイとか今八角とか出てきましたけれども、これ北海道だけですからね。あ、八角はそうですよね。そうですね。ソイもいないよ。あ、いないか。うん。確かに言ったら。え、福井は何がいるんですか。え、福井？魚。魚。やっぱり本当に北の魚は身が締まって。そう。福井ってカニですよね。まあ、カニもそうですね。ねうん、あちらの香箱ガニとか呼びます。そう。いろいろね、作ってますけどね。はい。美味しいです。めっちゃく香箱ガニ。カニだけじゃないですよ。魚も全然。また昔話するけどね、甘エビとか、甘エビ今香箱ガニ、セイコガニって言いますけど、子供の頃ね、おやつだったのよ。すごい。贅沢です。幼少のおばちゃんが売りに来て、はい、で、ね、ほら、買っといでって言って、おやつだったの。でも、あれですね、プープーさんの年代だとみんなそういう感じなんですよ。そう。クジラベーコンが納豆の横に出てきたとか、はい、うん、僕そういうのないですから。はい、俺も近いですからね。だからそういう文化はわかります。うん、ああ、なるほど。昔はそんな感じだったもんね。羨ましいですね。うん。なるほど。ということで。ということでね、話しといて盛り上がってますね。話しといて振ってしまうっていう。はい。はい、またまた話は僕の話に戻って、はい、今日はですね、あの第2火曜日、はい、月に一度。ラジオトークと、はい、今日夜ですね、あの店はですね、毎月だ、うん、第2火曜日お休みにしてるんですけども、はい、その理由はかというと、あの主政クラブ、はい、全国組織の主政クラブに、うん、あの私登録して入ってますので、うん、今日はですね、主政クラブの会議プラス、あの二次会は忘年会なんですよ、ね、お、はい、忘年会でですね、あの自分はお店として、うん、協賛品、はいはい、山菜ね、落葉キノコの真空とか、ほうほう、あと銀杏とか、はい、昨日ちょっと仕入れた海水ウニとかね、何、海水ウニ、あ、海水ウニ、一パックね、はい、そういうのを協賛でね、はい、あの持ってって、うん、あの僕も協賛出せば参加した皆さんね、経営者の方、はい、何かしらあの協賛持ってきてるんで、うん、ブツブツ交換みたいな感じで抽選するみたいですね。楽しみですね。あ、それもプレゼントになるの。はい、何が、あ、そうなんだ。そうって楽しみです。出世クラブの会はですね、あの異業種交流会なんですけども、うん、あの企業同士、はい、ね、あのお店ですね、繁盛させるとかね、そういう飲食店だとか、うん、企業の方ね、助け合いとかね、はい、人と人は一人はみんなのために、みんなは一人のためにというね、うん、そういうテーマでやってる全国組織ですね、うん、僕は北海道札幌の中央区のあの送信会場、はい、送信クラブっていうかね、うん、そういうなんかね、あの主催クラブの会場で、結婚式会場で、はい、あの毎月今日ですね、第2火曜日なんですけど、うん、6時からあの東急レイホテル36号線の、はい、うん、東急レイホテルの結婚式会場で大体100人ぐらいですね、集まってですね、うん、
新しいあの参加者とね、はい、あの交流深めて、うん、名刺交換しまして、うん、マッチングしたお仕事ですね、はい、ビジネスチャンスをつかむというね、うん、はい、そういうなんか素晴らしい会員ですので、うん、ぜひね、あの気になる方はあの調べてみてください。結構、ね、全国組織なんで、すぐそうです、ね、はい、調べることもできます、はい、遊びに来られるゲストでね、来てみてはいかがでしょうか、うん、経営者の方々、よろしくお願いします。いやーもうね、これからもうスキーシーズン、ね、スノーボードとかね、出てたね、フェイスブックで、フェイスブックから歩きましたね、うん、滑り行ってきました、はい、あですか、国際スキー場さん、はいはい、あ、もう滑るんですね、はい、あ、俺、ちょっと宣伝しちゃっていいですか、まあ、実は私、こう見えてもですね、はい、スキー気持ってたんですよ、すごいぜひ、僕ね、そういう球は持ってないんですけど、はい、とにかく昔あの、アルペン競技やってたんで、いや、もうあれです、ダウンヒルとか、そういうの得意なんですね。いや昔ね、今はちょっとブランクある。何年前ですか、それ。あの中学生ぐらいまで練習もしてたんで、アルペン競技の。スーパー大会。毎年1回は行くんですか。いや、今行けてないんだよね。じゃあ行きましょうよ。行きたいね。滑れるからね。もう絶対滑りますよ。ブランクあるからね。板とかはもう処分したんですか。いや、今もうないです、ないです。じゃあレンタルですね。レンタルですね、残念ながら。大回転だったらすごい長い。大回転、あと回転も。ああ、すごい、ね。モーグルとかできないですよ。あれはまたちょっと違うんで。うん、プーペさんは何スキー、スノーボードは、あ、ウィンタースポーツ、はい、ウィンタースポーツは雪かきでしょ、はい、雪かきになっちゃうんですか、除雪ですよ雪かきでしょ、ウィンタースポーツは雪合戦と山なんか行ってる場合じゃないっしょお家の前ちゃんと雪かきしないとそうなんですね、そうですよ、プーペさんは確かに、ウィンタースポーツですわねえ、汗だくなるもんな、汗だくなる、うん、まだね、今年も、今すぐそこの南郷通りもね、どんどん溶けてますよね、うん、今日あったかいもんね、今日あったかいです、今日あったかいもん、うん、朝からあったかかったもん、うん、あったかいですね、うん、行きたいところですね、明日とか朝一とかね、いやでも雨降っちゃったから結構溶けちゃったんじゃないですか、でもね、国際の方はね、山大丈夫じゃないですか、大丈夫ですかね、うん、あそこね、1号線ずっと行って、うん、かなり山奥なんで、うん、石山通りからも、うん、結構あの温度がね、気温が全然違うんで、うん、雪質は悪くないかな、まあ、溶けるまでにはならないでしょうね、うん、そうですね、うん、ぜひね、行ってみたいと、そうですね、思いますね、はい、はい、カバの穴竹とか、あ、カバの穴竹、何でしょう、あの白樺の、ああ、白樺のね、がん予防とか、はいはい、糖尿病予防とか、はい、あと血糖値を下げる効果のある、うん、天然のカバの穴竹、そういうのもね、取れるんですよ、取っていいんですか、取っていいんです、あ、いいんですか、取っていいと思います、うん、あの国有林であれば取っていいと思います、なるほどね、はい、うん、結構取ってる方いますよ、まあ、取ってる方いっぱいいるということで、うん、そこ今のさすがちょっとクエスチョンマーク点々そうですかね、クエスチョンマーク点々点々あれはね、もう本当にあの美味しいというのも健康長寿、はい、ね、あの、うん、お茶にはお茶なんで、うんうん、結構ね、乾燥させて煎じてですね、うん、ティーパックに入れて、漢方ですね、漢方です ね、 ね、焼酎に割って飲んでもね、うん、体にいいですし、がん予防、ね、自分なりに、そういう効能があるのかな、点点点ですね、だからね、あ、それもね、確かに効能があるって 100% は言い切れませんが、あるのかな、昔からね、そういう、ね、言い伝えがあって、はい、うん、そういう感じになってます、効くという人もいるというところですよね、はい、はい、そうです、はい、それではですね、もちもち告知に行っていただいた方が4分前でございます、はい、4分前、はい、いやもうね、もう寒いですしね、うん、皆さん、あの正月ですね、うちの店、あの元旦ですね、はいはい、元旦でちょうど丸1年になりました、おお、そうや、はい、年末休まず営業しようかなと、おお、やっぱりね、あのやった方がいいかな、1年目はね、で元旦1月1日から11日まで、うん、あの1周年記念、はい、まあ、皆さん結構ね、あの帰省したりしてる方もいるんで、まあね、忙しくて来れない方もいるんで、大幅にちょっとあの何が出るかな、ね、何が出るかな、大きなマス酒を、あ、樽酒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 ね、あの、うん、もう予約してますんで、それは無料にて、あのガンガン飲んでください。あらま、はい、福袋は、福袋はね、あ、福袋は僕の友達の、
福屋さん、あの4プラの今回のゴリーズさん、うん、お4プラの親友いるんですけど、ゴリーズのゴリーズ毎年ね、あの去年もですね、去年もあったよね、はい、福袋、うん、値段は去年の値段は1万7800円で、うん、8万円相当も入った福袋、うん、10個限定でうちの店で置いてました、うん、なるほど。今年はちょっとやるかまだ未定ですけど、ちょっと聞いてみたいと思います、うん、今ね、すごいイケイケブランドで、はいはい、オリーズ、ね、あのおしゃれな服、ね、あのユニセックスで着れる男女ね、うん、すごい若い層から40代ぐらいまで全然着れるセットアップとかね、はい、似合う。プープさんとかも似合う服ありますけど、まあ俺らが何着ても似合うからね。ああ似合いますね。イケメンですからね。まだちょいちょいのままだ。いたずらいたずらこそだもん。そうですね。そんなね、有名ゴリーズがですね、4プラ5階にですね、はい、今なんかいろいろセールとかもやってるんで、ぜひね、あのお買い求めいただければ。山菜ハンターの紹介でいくと 30% オフとかもちょっとしてくれると思うんですね、それはいい。すごいね、ゴリゴリくんね、あの、うん、すっごい本当にいい人で、あの本当その人に合った、うん、あの、うん、あ、はい、選んでくれる人ですね。もう気軽に聞いてくれれば、はい、ゴリさんはね、ちょっと横浜に行ったり、うん、あのお店あちらにもあるんで、うん、あのちょっと行き来していないときは、うん、あのひろきさんやね、はい、お店のスタッフにね、うん、気軽に聞いて、はい、山菜ハンターの紹介できましたといえば、めちゃめちゃ特典があるかも、いや、あるかもじゃなくて完全にあります。おお、すごい。絶対ありますんで、ぜひね、ついてれれば、ね、4プラの方へ、4プラの方へお越しください。4プラ何回？4プラ5階です、5階です、うん、なんかね、店舗がいっぱいあるんですけど、うん、もうずらっとね、横、ゴリーズで、大きく、店舗。あ、なんかそんなことしたら、もう、一分前です。一分前で、ね、時間になってまいりますよ、はい。やっぱりね、押したいところは YouTube なんで、うん、今、あの、生中継を聞きの、ね、トラックドライバーから、ね、小型運送から、ね、はい、あと、工場で働いてる人とかね、もしかしたら聞いてるかもしれないですね。うん、はい、果たしてね、何千人、何万人ですかの方がね、うん、今聞いてるかね、ちょっとあれ、チャンネル登録で特典なかったっけ。チャンネル登録ですか、うん、チャンネル登録下でお店に来てくれればですね、あの1000円無料、1000円、ね、チケット次回使える1000円チケットをね、無料配布もいたします。あとね、ちょっと状況によっては、あの銀杏もね、ちょっと料理作ってですね、はい、プレゼントしますので、はい、もう時間はあとですね、そうです、ありがとうございます。ということで、また来月のまた来月ね、はい、お聞きいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではまた来月、さよなら、さよなら。ありがとうございます。喋り続けた、喋り続けた、続けた。いや、こんなもん曲入れなかったですね。強い、ね、曲入れなかった。こんなもん、こんなもん、プープーさんツッコミがあるからですね。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この